せ。来るべき2人が運命の1回戦対決ということになりました。あれなんで改めて影響隊お二人をコメントいただきたいと思います。大会常連でありますアルマジロ弟選手、またもやバーチャファイター5において出ることとなりました。意気込みをお願いします。いつも1回戦負けが多いんで、本当に今日は1回確実に勝ちたいと気持ちで、とりあえず勝ちたいと、はい、ありがとうございます。そうですね、これまでの大会は必ず大会に決勝大会出るんですけれどもね、上位に食い込むことができませんでした。まずは1回勝ちたいという意気込みを見せていただきました。ノースリーブ対決と言いたいところでしたが、今日は半袖です。改めて1回戦がくしくもアルマジロ弟選手となりました。どうでしょう。ちょっと当たりたくなかったんですけど、当たったからには倒したいと思います。白いタンクトップなんですけどね、今日は赤勝負カラーですかね。赤はやっぱ、果たして今日のタンクトップはいつもより思いが違うのか。アルマジロ弟いざ主陣であります。でも今アイリーンなんですね。前はリオンでしたけどね。第6ダメージはほぼイーブン。裏に回ります。投げていった。まずは1ポイント先制はペ。ブンブン丸さんもおっしゃった通り、かつてペ選手は前回大会などではリオンを使っておりました。そういった部分では新キャラということで、アルマジロ弟がどこまで対策を練っているか注目のところではありますが、ここまで追い込まれているのはアルマジロ弟の方。潰しに入った。ダメージを与えていくペ。シャバンから投げ、もう一度投げが入る。セットカウントは0対2。どうしても欲しい結果がまだ見えてこない。焦りは禁物であります。まずは一つ着実にダメージを与えていこう。そんなアルマジロ弟であります。シャバンからガードが硬い。ペンロー上げていく。横投げ。シャバンからここは投げを入れていきます。ペンシャバンからもう一度少し下がった。ローでダメージを与えていく。連続コンボ浮いている。起き上がりローは透かしている。中央に戻った。しゃがみから出し切って1ポイント取り返す。セットカウントは1対2。リーチをかけたペ足が止まります。潰していった。ローガードしていく。中段から出し切れない。同じ方向にずれていく。中段ミドルから膝、もう一度ミドル、下段に入る。崩れた。起き上がりロー、ズグラ出して下段を入れていく。セットカウントは2対2。これで並ぶアルマジロ弟。もはやただ出場するだけの男では終わりたくない。結果を残していざ無冠頂上への道。投げを入れていきます。ペン距離の取り合い。前に出たのはアルマジロの方。しゃがみからローに入っていく。起き上がりはどうだ。少し下がった。潰していく。壁に横んでいく。タックしてこぼれている。ローが入る。セットカウントは2対3。次に会うまでにもっと強くなってね。こちらのコン選手、応援団いっぱい来てくれてますが、なんか聞くとこによるとこれメインキャラではない。なんかですね、しかもリングネームもご自身はパーピンで、ちょっとですね、ジェフリーカードサブで出てしまって勝ってしまったのでそのまま出たという感じでありますが、このままコンさんはジェフで今回行くということですね。対戦相手がまた連続で全国出ております、宝塚さんですが、自信のほどは頑張ります。頑張りますということであります。さあそして宝塚さん、アイリーン、前回のお手並み拝見も出ておりますが、P
ぶっ刺しさんですよね。相手ジェフリーですけど、さあどうでしょう。やりやすいはずなんですけどね、あまりいいイメージはないですね。ちょっとかなり緊張されてるようですが、自信のほどは。まあこれに勝ってその緊張をほぐしたいですね。ということで冷静沈着。Ready? Go! Ready? Go! Ready? Go! まずは通天閣ウルフ選手であります。どうでしょう今日の調子は。ぼち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 ということですが、対戦相手サクマニアオラオラ選手に向けて一言物申すことあれば。組長の分まで頑張ります。はい、組長の分まで頑張りますということでした。対する自宅マニアとオラオラ選手ですが、どうでしょう今のお気持ち。あ、頑張ります。はい、ありがとうございます。Are you ready for this? Fight one! Ready? Go! Yep. Ready? Go!
three, ready, go! Ready? Go! まずは夜勤ウルフ選手、ズバリ2回戦に勝ち進むのはどちらですか？僕です。もう相手裏オースという、プレイヤーですが、自信のほどはもう、身内なんですけど、まあ、5になってあんまりやってないんで、まあ、頑張ります。身内ですけど頑張るということでありました。さあ、そして、ご存知おしゃれリーダーの裏オースさんであります。はい、まず対戦相手身内ということで、ヤキンウルフさんですがどうでしょうか？フォーマルは結構やってたんですけど、ファイブであんまり対戦したことないんで、できればこういうとこでは当たりたくなかったですけど、当たったからには倒します。当たったからには倒すということであります。なおコーディネートもね、楽しみにしててくださいという自己 PR でしたので、浦大さんの、コーディネートもぜひご覧ください。桜舞うそのステージに降り立つのは、まずは夜勤ウルフ。 Are you ready for this? スーピー側、剣の神髄、はあ、見るがよい。なんでしょうね、このラウは虫みたいです。さあ、互いにこの全国の地に訪れたことがある両名は、再びこの地に帰ってまいりました。勝ちたいがゆえに諦めない。そしてまだ5でお互いに手合わせはしていないというものの、その4時代ではライバルとしていた、そのぶつかっていた2人がまたここで相まみえます。1本目はウロース、下段下になってくる、アッパー回り込んでいた、ハイ転角、ここはうまく野球風エルボドロップ、放送賞前に出る、ここは当たらない、2リフト、ゲラン転身送客、やーっと裏オスが2本立て続けに奪います。この辺は動きが安定しているように見えますが、武士の裏オス2対0、放送賞先生、走行戦争から出た最速ジャイアントスイングを持ってくる、長男プー打撃で崩して、長男ガラ崩し前にいった、ミドルバウンド持っていく、起き上がり、だーこれはうまい、最後は流射先天、裏大隅見事突破。水と物目が